東方。東方株式会社、東方は、映画、演劇の制作配給、工業や不動産業を行う日本の企業。阪急阪神ホールディングスの持ち分法適用会社で、2019年現在、2つの直営演劇劇場、帝国劇場、新幹シアタークリエを保有する。阪急阪神ホールディングス、阪急電鉄、阪神電気鉄道。 H2O リテイリング、阪急百貨店、阪神百貨店とともに、阪急阪神東方グループの中核企業となっている。本社は、東京都千代田区有楽町一丁目2番2号。他の阪急阪神東方グループ同様、3話グループのメンバーであるが、阪急電鉄と異なり、三ミ会には参加せず、緑会のみに参加している。1932年8月に、 阪神急行電鉄、現在の阪急電鉄の小林十三によって演劇、映画の興業を主たる目的として、株式会社東京宝塚劇場を設立。1934年に東京宝塚劇場を会場の後、有楽座、日本劇場、帝国劇場を所有し、日比谷一帯を三加に収め、浅草を支柱に収める小地区と共に、東京の工業会を二分するに至る。 一方、会社設立前年に創設された、ト陶ーイシステムの開発を行う、写真科学研究所、フォトケミカルラボラトリー、通称、PCL は、1937年関連会社、ジョと合併し、東方映画株式会社となる。1943年、東方映画を合併し、映画の制作、配給、工業及び演劇工業の一貫経営に乗り出し、社名を、 東方株式会社と改めた。PCL には大日本ビールなども出資しており、東方は発足当初から、従来の姿勢の工業史からスタートした、映画会社とは一線を画する、在海肝入りの近代企業として、期待と注目、そして反発を集めた。なお、その名前の由来は、東京宝塚の略である。戦中、東京宝塚劇場と、日本劇場は、 風船爆弾工場となり、戦後は東京宝塚劇場が新中軍専用のアーニーパイル劇場と改名され、10年間観客としての日本人が立ち入り禁止となるなど、歴史の承認を演ずることになる。東方は、設立時、天下の二枚目こと小畜の林長次郎をはじめ、多くのスターを驚くほどの高級で他社から引き抜いた。 1937年11月12日、長次郎が左顔面を自家から鼻の下にかけて斜めに切りつけられ骨膜に達する重傷を負う。犯人のヤクザ松本恒穂は同年秋、長次郎が小畜から東方に移籍したことから、小畜系の新興記念は京都撮影所長の長田正一らに強査さ,され、犯行に及んだものと判明した。 松本はこの事件で実刑を受けたが、後に刊行した、自伝、皆さんありがとうにおいて、犯行に加担していないと表明している。事件後、長次郎はこの名を小畜に返し、本名の長谷川和夫を名乗るようになった。東方の資本と PCL の技術の上に、映画の工業面で変化をもたらしたのは、制作における予算と人的資源の管理を行う。 プロデューサーシステムの本格的導入であり、これをもたらしたのが、アメリカ帰りの森岩落とされる。小竹の木戸史郎、日活の根岸寛一と並び称される森だが、この分野における足跡は大きい。東方は、PECL 時代より民主的な社風で知られ、監督や大スターでも個室がなく、大物に対しても、ん付けや、ちゃん付けであった。巨匠監督も、 部下の助監督や名もない俳優を、ん付けや、ちゃん付けで呼んだ。また東宝は、歌舞伎の演習やヤクザっぽい、親方子型気質を引きずった、他の映画会社の封建的な体質を公然と、批判し、他社のようにスタッフや俳優を縁護採用に頼るのでは、なく、工房戦前より行い、優秀な人材を得た。しかし、獲得した優秀な人材は、 戦後の東方葬儀の中心メンバーとなったため、後に円古採用を強化し、権力に逆らわない人材を入れる傾向に変わっていった。1946年から1950年にかけて経営者と労働組合の対立が激化し、1948年8月には撮影所を選挙した組合員を排除するため、警視庁を呼びたい、派手は占領アメリカ軍の戦車や、 戦闘機まで出動する騒ぎなる。これが来なかったのは軍艦だけと言われた東方葬儀である。この間、大河内伝次郎、長谷川和夫、入江隆子、山台鈴、藤田進、黒川八太郎、原節子、高峰秀子、山根久子、花井蘭子の10代スターが結成した10人の旗の、会と、反左翼の渡辺国をはじめとする有名監督の大半は、 第3組合によって設立された新東宝で活動することになる。そのため東宝は再建不能と言われ、映画制作は新東宝に任せ、東宝は配給部門のみ受け持つ方針が真剣に協議されたこともあった。大スターや大監督がごっそり辞めたことで、入社したての三船年夫らがすぐに主役として抜擢され、若い監督も活躍の場を得やすい状況になった。 残留組イコール左翼的という単純な色分けはできないが共産党員の多くは放逐され新東方は間もなく東方と絶縁して独立会社となったため比較的リベラルだが政治には深入りしなかった人が多く残ることになる新東方は経営がすぐに悪化し1961年倒産市川今田一部のスターや監督は東方に復帰する 1950年代に迎えた日本映画の黄金時代に際し、1957年からは東方スコープを採用し、7人の侍や隠し砦の三悪人などの黒沢明作品や、ゴジラやモスラなどのつぶらや英イによるつまみ作品をはじめとする諸作品によって流星を極め、映画の社用化が始まった1960年代にも、 クレイジー映画や若大賞シリーズでヒットを飛ばす。また、社長シリーズや、駅前シリーズ、これらは東方四大喜劇シリーズとも呼ばれているなど、安定したプログラムピクチャーの路線を持っていたことも強みであった。在海有料企業らしく健全な市民色、モダニズムを鮮明な作品カラーとし、日本映画が暴力、猟奇、エロティシズムに傾斜していく中でも東方はそれらの、 路線とは一線を隠し、距離を置いた。上記のシリーズものが定着する前は現代、アクションものも得意とし、後年も、殺人狂時代、百発百中などの移植作に名残を残す。これらは工業的には伸びなかったが、その後の再上映でカルト的な人気を誇った。1959年には日本放送、文化放送、小畜、 大英と共に富士テレビを開局。テレビにも本格的に進出する。1960年代から映画は車用産業と言われるようになり、東方も顕著な観客現象に悩んでいたが、大規模な量産体制を他社と共に保っていた。しかしカラーテレビの普及が本格化した1970年代になると観客現象はさらに深刻な状況となり、 大英は倒産、日活はポルノ会社に転向。東宝もこの危機を脱するため、前述の東宝4大喜劇シリーズをすべて終了するなど1972年に本社での映画制作を停止、制作部門を分離独立させて発足した東宝映像、現在の東宝映像美術、設立1970年、社長、田中智之と、冒険会社の東京映画、 後の東京映画新社、設立1983年、社長川上隆一、東方映画、設立1971年、社長、藤本真美、新たに設立した制作会社、芸園社、設立1972年、社長、佐藤一郎、正党社、社長、堀場真を5つの核とした、制作体制に切り替えた。ただし、 専務取締役の藤本をトップに据えた、東方映画ですら年に数本、他は、芸演者と東方映像が年道、2本しか稼働せず、事実上この分社化をもって、東方の自社制作体制幕を下ろすことになる。不採算作品が多くリスクの高い制作部門の停止に伴い、外部からの買い取り作品、委託引き受け作品の配給に力を入れ、自社の工業網を維持する形に転換。 事実上、映画制作会社の看板を下ろし、配給や不動産部門、芸能事務所である、東方芸能へ軸足を移しながら経営の小売化を進めた。ただし半急グループとしてのイメージや、駅から近い一等地に、座席数の多い一流映画館を多く持つため、同業他社のようなポルノ映画や薬剤映画の制作は行わず、そのような外部制作品を配給することも少なかった。 この時期、東方の映画館なら家族連れやアベックでも安心といったイメージを主張したこと自体は、現在の東方の繁栄の伏線となっている。しかし予算的には非常にタイトとなり、今日でも評価の高い山本道夫監督の会期映画の多くは日本道つまみで作られ、ゴジラ映画は音楽や着ぐるみの使い回しが目立つようになった。映画制作本数が急激に減った分、 テレビ部の奮闘が目立つようになり、太陽に吠えろ。俺たちは天使だ。などがヒット。ただし、70年代までは、キヌ撮影所は使用せずに、国際放映や、つぶらやプロ制作協力のクレジットデマを受け発注したり、スタジオを持たない、つぶらやプロの場合などは、東京美術センターなどの冒険スタジオを使用するケースが多かった。東方配給の劇場映画も実際は、 大英京都撮影所、勝ちプロダクション作品などや日活撮影所、ホリプロ作品などで制作するものが増えた。これらの映画は、監督やメインスタッフも、大英系、日活系がほとんどであるため、木田撮影所は、急速に稼働率が低下、人員も離散した。大ベテランの岡本喜八、堀川博道両監督を解雇した1977年を、 一時代の終焉と見ることもできる。それでも1980年代半ばまでは、当時人気アイドルだった、斉藤幸や沢口や少主演のアイドル映画を、東方映画が制作するなど、独立プロダクション程度の活動は継続していた。そしてこの時期から、アニメーションの制作にも関与するようになる。一方で、1969年から1978年に、 東方チャンピオン祭りとして、子供向け映画を上映した。また、この時期はバブル期であり、そのためか日劇、渋谷東方会館、日部屋映画劇場、有楽座、梅田劇場、北野劇場などが建て替えられ、映画工業以外も行う複合施設となり、資産価値を増加させている。1990年代に入ると、自社での放画制作は、 ゴジラシリーズを除き行われなくなり、主にテレビ局や外部プロダクションが制作した映画を配給し、成功を収めた。2000年以降は、ワーナー・マイカル・シネマズが優位に立っていたシネコン市場に本格的に参入し、2003年のバーチン・シネマズ、ジャパン株式会社、現、東方シネマズ株式会社の買収で、グループ企業のスクリーン数では第1位を誇っていた。 2019年現在では、ワーナー・マイカルの後ろ身である、イオン・シネマが第一位。その後も日本映画界や工業界に、不動の地方を占め続け、現在に至っている。制作会社、テレビ局が多いも大予算をかけた、自信作は、工業に強い東方へ、配給委託し、それがまた数字を積み上げるという好循環が重なった。結果、ここ数年は、 一人勝ち状態が定着した。1980年代前半までライバルとして競り合ってきた東映や松竹は今では2社の工業収入を合わせても東方の数分の1である。また、かつて映画館用地として購入した全国の一等地の物件の賃貸を中心とする不動産事業も営業利益のうち約4割を占め地味ではあるが、 業績を下支えする安定した重要な事業になっている。なお同社は大手映画会社としては唯一撮影所出身の社長が存在しなかったが、経営人待遇の大物プロデューサーと言われたうち、森岩夫と藤本雅美は副社長、田中智之は東方映画会長止まり、2002年に初のプロデューサー経験者、キャリアパスとしての短期間ではあるがとして、高井秀幸が、 社長に就任した。近年は、東方本体で制作委員会に参加するなど、映画制作において、積極的な姿勢をとっている。また木の他撮影所の空洞化や、技術伝承の中断に、危機感を持って、レンタル展開を積極化。単独出資での、東方映画はほぼ耐えたものの、制作参加、配給、撮影所供給といった形で、東方カラーを打ち出し、 守る方向が試されつつある。2013年にはアニメ事業室を新設、同時に自社音楽レーベルも立ち上げ、自社企画でのアニメ事業の強化に乗り出している。中央に放たれる光の中心にロゴマークが配され、下部に木文字で東方株式会社と横書きされる初期のカラー作品は東方株式会社制作になっている。 東方スコープ作品では、東方マークの左右に黄色いゴシック体の立体処理で、東方、スコープと配されていた。北米公開時には、東方マークの中に、東方のアルファベットが入り、下部の社名表記が、東方カンパニー、LTD に変わる。つぶらやエイによって、デザイン、制作されたものであり、1992年の創立60周年以降は、それまでの実写、 広角合成による映像に変わり、CG で制作されたものが使用されている。東京、名古屋、大阪、京都の主要館を、かつては直営として経営していた。1990年代末期以降、本社地区は、東方サービスセンターに、関西地区は、東方ビル管理に、中部地区は、中部東方に運営を委託。2006年以降、東方グループの映画工業を、 東方シネマズに集約することになったため、現在は東方の直営館は存在しない。以下、東方直営館として閉館した映画館を示す。冒険の映画工業会社が経営していた映画館は六部工業を東方シネマズに関した映画館は東方シネマズを参照のこと。1999年までは映画の工業成績は配給収入で発表されていた。 2000年からは映画の興業成績は興業収入で発表されている。かつては長谷川和夫をメインとした東方歌舞伎などが行われたほか、日劇、北野劇場での実演、歌謡ト等、宝塚歌劇、演芸の東方名人会や日劇ミュージックホールや南外ミュージックウールでのヌードショート等多彩であった。現在はミュージカルや商業演劇を主に制作。 興行している、東方直営、その他、1987年から1998年までは、ゲームソフトの販売も行っていた。2009年現在で連結し、会社52社、持ち分法適用関連会社4社である。ここでは、証券取引所に上場していた、連結し、会社3社、持ち分法適用関連会社2社のみを挙げる。これ以外については、 半急半身東方グループの項目を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。